ちらはオープンされたのはいつになるんですか？9月の16日です。とてもおしゃれな雰囲気なんですけれども、何をしていただけるところなんでしょうか？はい、主に、美容針や、小顔矯正、はい、で、もちろん肩こりや、腰痛の方にも針できるようにしています。はいはい、お店の方の店名がハリスさんというお名前なんですが、はい、何かこのお名前の由来とかってあるんですか？いや、特にないんですけども、うん、やっぱ何のお店かって分かるように、うん、ハリスの針で、まあ、針という言葉を入れるようにして、はい、なおかつおしゃれのような、うん、名前にしたかったので、はい、ハリスという名前にしました。はい、まだオープンして間もないということなんですけれども、お客さんとしてはどういった層の方中心になりますか？割合的に多いのはやっぱり20代から50代くらいの女性の方がやはり多いですけど、たまにもちろん男性の方も来られたりします。はい、男性も来られるんですね。はい、男性はどういった目的だったりするんですか？男性の方は、美容針ももちろんする方もいらっしゃいますし、体の方の針、肩や腰の針をする方が男性の方は多いです。あ、なるほど。で、今実はモデルさんに施術をしていただいているところなんですけれども、この方はどういった風な針になるんでしょうか？彼女は、美肌リフトアップ美容針というメニューでして、はい、小顔効果や、お顔のリフトアップを中心に針をしています。はい、やっぱり女性って特に年齢重ねてくるとそういった悩みって増えてきますよね。はい、でそういった悩みにこう対応していただけるということですね。はい、はい、また針っていうとちょっとどうしても痛いんじゃないのかなっていうふうに思われる方多いと思うんですが、そのあたりはどうですか？針自体は、髪の毛1本分ぐらいの細さの針を使っていますので、はい、針が皮膚に入る瞬間に爪楊枝でつつかれたような痛みがある場合もありますけども、もちろん無痛の時もあります。じゃあもうそんなに恐れることなく受けていただけるということですね。はい、こういった針っていうのはだいたいどれくらいのスパンで通うのが理想的ですか？だいたい早い方で2週間に1回、はい、で、だいたい平均して皆さん1ヶ月に1回は来られるようにしています。はい、なるほど。まあ、その継続することで効果の持続っていうのも変わってくるんですか？はい、継続することで、筋肉の張り具合を遅くしてあげたりできるので、初めはまあ続けて、2週間1ヶ月以内に来ていただいて、はい、徐々に、それが保てるようになれば、はい、2ヶ月に1回とか、メンテナンス感覚で来られる方がいます。はい、なるほど。小顔なんかはご自身で見てこう実感することができるぐらい変わったりするんですか？はい、ビフォーアクターで、小顔効果が感じられる方もいらっしゃいますし、はい、お顔に手を当てた状態でも、あ、変わったって終わった後に、はい、言う方もよくいらっしゃいます。なるほど。でちょっとこう自分の顔、ここのシワが気になるなとか、ちょっと最近たるんできたなとか悩みのある方はぜひ気軽に来ていただきたいですね。はい、そうですね。はい、こちらは予約制になりますか？はい、予約制になっています。ご予約したい方はどのようにすればいいでしょうか？LINE アットの方から LINE で直接予約いただくか、インスタグラムの方の DM もしくは、お電話で予約受けたまわっております。はい、女性はもちろんですが男性もいらっしゃるということで、もうぜひね、こちらでいろんな悩みを解消していただきたいですね。はい、これから頑張っていってください。はい、ありがとうございます。